カタルーニャ共和国、ラプーブリーカ・コットラナ国の標語、ナシ国家、収穫人たちカタルーニャ共和国は、スペイン、カタルーニャで過去に5度成立が宣言された共和国である。直近では、独立宣言が2017年10月10日に署名され、10月27日に議会によって承認された。2017年の一方的独立宣言に関しては、スペイン中央政府と、 憲法裁判所が直後に独立宣言の無効を宣言し、2018年1月末において事実上の独立にも至っておらず、どの国家からも承認されていない。カタルーニャ共和国も参照収閣人戦争さなかの1641年1月17日、スペイン中央政府と決別し、カタルーニャ共和国成立が宣言された。しかしわずか1週間後、 フェリペ四世軍が進攻してきたため、ジャナラリターでカタルーニャの長であったパウクラリスは、1月23日に、フランスをルイ十三世をバルセロナ博とすることを決定した。これにより、カタルーニャは、フランス王国の属国となることを選択したのである。ムンジュイックの戦い1641年1月26日、ムンジュイックの戦いで、カタルーニャフランス連合軍は、スペイン軍に勝利し、 退却させた。しかし勝利から1ヶ月後、クラリスが休止した。カタルーニャの背後にそびえるピレネー山脈をめぐり、スペインとフランスの争いは続いた。カタルーニャは、フランスの侵略戦争の戦場となった。フェリペ4世は、収穫人戦争、ポルトガル王政復古戦争を収集できない最初、オリバーレス白公爵がスパールデグスマンを罷免した。 30年戦争は1648年のベスト・ファーレン条約で終わり、これによってヨーロッパ中央部にあったスペイン領が失われ、フランスはスペインへの関心を失った。カタルーニャはフランスの協力を望めなくなり、やがては飢餓と薬病が起きた。フェリペ4世は不安補正でアウストリアを派遣し、鎮圧に成功し、カタルーニャ憲法の遵守を約束し上保したことで、 1652年に戦争は終結した。しかしこれは完全なる平和とはならなかった。1659年、フェリペ4世は、ルイ14世とピレネ条約を結び、カタルーニャ憲法に明記された国境を向こうとし、ルサリオ・ハクリョとサルダーニャ北部がフランスに割上された。カタルーニャ共和国も三照案までを一斉退後の1873年2月、 バルセロナ出身の政治家アスタニスラウ・フィゲーラスが、スペイン共和国の初代大統領に選出された。自身の所属する、カタルーニャに対し、軍隊の解散が約束されたことで事態が収拾され、同年6月に、フィゲーラスは退陣した。カタルーニャ人政治家、フランセスク・ピー・マルガイが、公認の大統領となり、フィゲーラスはフランスへ亡命した。 彼は1873年終わりに、そこで崩壊した連邦党を再び立て直そうとしたが、不成功に終わった。カタルーニャ広場にあるマシアーの記念碑、カタルーニャ共和国も参照1931年4月の地方、選挙結果でアルフォンソ13世は退位し、躍進したカタルーニャ共和主義最悪の当主フランセスク、マシアーは4月14日、 バルセロナのジャナラリター宮殿バルコニーにて、イベリア連邦内でのカタルーニャ共和国の成立を宣言した。この宣言はスペイン第二共和制の暫定政府を刺激することとなり、連邦制度内でのカタルーニャの独立は撤回させられ、代わりに自治政府としてのジャナラリターの復活が認められた。カタルーニャ自治憲法が1932年に発令された。 マシアは122代目のジャナラリター主犯に選出され、1933年に亡くなるまで、務めた。カタルーニャ共和国も参照アシトリアス州で起きた、サハ革命と同時期である1934年10月6日、新たにジャナラリター主犯となったアックのリウイス・クンパンチが、スペイン連邦共和国内でのカタルーニャ国家成立を宣言した。この事態に対して、 スペイン政府は軍を投入し素早く対処した。クンパンチラ自治政府閣僚を解任し逮捕したのである。30年の懲役刑を宣告されるが、1936年の選挙で左派の人民戦線が勝利したため、彼は新政権によって釈放された。1936年から1939年のスペイン内戦後、フランシスコ・フランコ政権はジャナラリターを停止させ、 自治政府は亡命した。フランスに亡命していた軍パンチは、ゲシタポに逮捕されて、スペインへ送還された。彼は合法でない軍事裁判にかけられて、死刑を宣告され、1940年10月15日、バルセロナのムンジュイック城で銃殺された。カタルーニャ共和国及び、カタルーニャ独立宣言を参照2010年代に入り、カタルーニャ自治州において、 独立を求める声が高まり、2014年11月9日の独立住民投票で賛成多数となり、2015年9月27日に党を開票された自治州議会選挙でも独立賛成派が過半数を獲得。同年11月9日にカタルーニャ州議会は18ヶ月以内に独立するというカタルーニャ独立手続き開始宣言を採択した。 2017年10月1日の独立住民投票で賛成多数となったことを踏まえて同年10月10日、カルラスプッチダモン州首相らが独立宣言に署名した。ただし、スペイン中央政府との対話を模索するため、独立宣言は即時凍結され、保留状態となった。その後、スペイン中央政府がスペイン憲法155条で規定されている。 自治権停止措置を発動する方針を決定したため、10月27日に、自治衆議会は独立宣言を賛成多数で可決した。これを受け、中央政府は、議会上院の承認を経て、自治権停止措置の発動に踏み切り、プッチダモン首相やウリオル・ジュンケラス副首相、ジョルディ・トゥールル報道官ら修正副幹部及び、独立宣言を可決した、カルマフルカデー衆議会議長らの解任と、 ソラやサイエンスでサンタマリーや中央政府副首相を州首相の職務代行に充てるなどの直接統治に乗り出し国家反逆罪や先導罪でプッチダモンを起訴した。プッチダモンは10月30日にベルギーに出国し10月31日スペイン高等裁判所は独立宣言の無効を宣言した。12月21日に投開票が行われた。 自治州議会選挙では独立派が過半数を占める勢いとなったことから、プッチダモンがベルギーより、カタルーニャ共和国が王国を破ったと勝利宣言を行った。ありがとうございます。